MBS アニメフェスは毎日放送制作のアニメ作品に関するイベントである。初回は2005年7月30日に毎日放送が大阪城公園にて開催した大阪キング内イベントの一つとして MBS アニメフェス2005大阪城エクスペリメント真夏の世の夢のタイトルで開催された。各作品の出演声優陣のほか TM レボリューションやラルクアンシエルなど著名な主題歌アーティストによるライブコーナーを充実させ音楽性も強めていた。この特徴は後日の各イベントにも共通する売りの一つとなる。3年後の2008年8月17日には日本武道館にてキー局である TBS が毎年夏に開催する TBS アニメフェスタ2008と競合する形でガンダム00 コードギアス555フェス08イン武道館を開催した。それから6年後の2014年10月11日には大阪城ホールにて開催の MBS オートサイ2014内イベントの一つとして MBS アニメフェス2014を開催した。また、今回からは日本全国の映画館約100館へ生中継するライブビューイングも実施されており、 同局のアニメ担当チーフプロデューサーである丸山博夫は DVD 化や後日の配信は一切なしということを公言している。翌年の2015年10月10日には大阪城ホールにて開催の MBS オットサイ2015内イベントの一つとして MBS アニメフェス2015を開催、ライブビューイングも日本全国約120館で実施した。 その最後には、ダ系列の作品もサプライズ登場して、観客を驚かせた。その映像は、同年11月14日に、MBS で放送された、アニマ芸大11回でも報じられた。なお、ダ系列の作品のサプライズ登場は2017年以降も、恒例となっている。2017年には2年ぶりに開催され、2018年にも、開催されている。 特に2018年は、アニメシャワーアニメトック、アニメイズムアニメサタデー630第1部の合同イベントとして開催された。2019年3月17日には、幕張メッセ国際展示場にて関連イベント、MBS アニメヒストリア平成隊が開催された。ありがとうございます。